小さいか、ちょっと小さいな、書き直そう。何をもたもたやっとんのかと、そんな風に見えるだろうけれども、実際ね、何回もこう取り直してくるとね、もういいかなってなってくるんだよ。多少雑でもね、クオリティにこだわるあまりにクオリティが下がっていてももうどうでもいいってなっちゃう。そういうとこってなんか身が変じゃないかな。もうちょっともうちょっとだけこだわらせてください。もうちょっとだけ、ね、身だけ、身だけちゃっちゃっちゃっ、あんまり変わってねっつうの。もういいな、もういいな、これ以上やられたらもうちょっとさすがにバイバイって感じです。はい、せっかく色塗ったらいいね。このシーン見るのは本当もうほんの数秒だよ色塗ったらみんな数秒だよ。よし、やっていこうか。浜神の37回目やっていきます。なんか任天堂スイッチのラグがどうのこうの言って、こっちのラグったらもっとすごい。もう押してから 0.3秒ぐらい経ってもちょっとやっていこう。まあ任天堂信者じゃないしね、俺はセガ派だ。セガ信者だから任天堂なんて敵でしかない。いや、任天堂なんてシガにも書けんザコさ。セガにとってソニーだけが敵だったというそんな過去もなきにしもあらずない。いやー、やばいな。ぬるっと入っちゃったな。だらっと入っちゃったよ。聞いてくださいよ、もう、ここ2回、リホコに会ってないしさ。リホコに会ってないし、下手したらサムネになるようなイベントすら起こってないという、このね。あー、どうすっかな。一応、やついさんが、なんでこれ。やべ。これをやったらなんか。なんか始まって終わってしまうみたいになっちゃうな。おー、怖い。やっちゃうか。下手したら。これが選べるの？こっちじゃなくて。おー。選ぶよ。選んじゃうよ。いいのかな？選んでみましょう。怖いですね。下手したら、あやついさんルート行っちゃうよ。いいのかな？いいんだけどさ。それなりにはいいんだけどさ。なんか、この、動画の流れとしてはもう完全にリホコだよね。リホコ行く流れだよね。その、さっきもこの絵描いたけどさ、リホコ行く流れだよね。だけど、はい。うわぁ、びっくりした。なんで今、あやついさんです。どうして驚くのよ。僕は本当に頑張ってるのかな、あやついさん。なんかこう、唐突に、本当に失礼ね。誰もいない時にこう、なんだろう、気になる女の子の名前をつぶやいちゃうっていうことってあんまないと思う。なくもないけど、こんな教室の中でいきなり、あやついさん。呼んだのはあなたでしょ？呼んでるのはちょっと、変質者の素質ありだね。うん、遅刻くん。あ、遅刻くんか。もしかして、無意識につぶやいちゃったの？私の名前。名字だな、正確に。そんなこと。ないんだ。残念。あやついさんがずっと挑発してくるんだが。ずっと挑発してくるんだから、こういう時は話題を。あ、そうだ、ちょっと電気つけよう。なんかね、部屋の電気をね、また切れたんだよね、電球が、電灯が。だからカチカチ、はあ、全部 LED にしりゃ、ああいう電気を変える、電灯を変えるっていう苦労もなくなるのかな。カッチューって LED もな、寿命尽きるときは尽きるだろうって気もするんだけどな。そういえばパーティーの準備は順調に進んでるの？ズボンが。どうして話をそらすの？ズボンがじゃねえや。椅子の足がだ。椅子の足が上着の。床に投げていた上着を。やっちまったな、こんなぐーたらした動画で、こんなぐーたらした滑り出しで、もうこの辺でもう見る人は見てねえよ。ね、もしかしてクリスマスのことが引っかかってたりするの？もう先行き不安っていうか、もう先見性なしだみたいな感じで。いいわ。だったら私が気にならなくなるほどにいい思いをさせてあげる。ほう、どのようないい思いをさせてくれるのかな、この変態ドスケベル。覚悟してなさいよ。主人公君に対していい思いをさせるっていうその言葉。それじゃあ、私用事があるから。常にエロ本のこととかさ、エロ動画のことしか考えてないよ、主人公は。大体にしてさ、
休日とかもエロ動画あさりでも一日潰してるような、その主人公にいい思いをって言ったらもうね、それはあれでしょ、なんかこう私自身がプレゼントやみたいなやつでしょ。言ってみる。なんかついた人手がついた、人手がベイスターがついた、ベイスターリオコはどこ行った、リオコがおらんとです、出て行ったとです。どうしよう、これ行こうか選びたくねえんだよな、あんまりなあんまり選びたくないんだよな。もうあのおたさの姫とかしてこの1年生の後輩くんには別にあまりそこまで興味がないって言ってしまっていいよね。こっちいいや。最近の長崎ってどうしてるんだろう、もう率直な疑問だな。もうこっちも同じだよ、視聴者と俺も同じだよ、大体気持ちとして。最近そういえば長崎と会ってない気がするぐらいのもんだよ。あったっけ、最後いつの、あったどこやった、財布落とした時の職員室から出て、その時に後ろ姿を見た程度だよな。しばらく話してないと話してないっていうか、長崎と話す理由も特になくないかっていう気もするね。それだけかよ中読んでなかったよ、もう。あ、リホコになんかある、やったぜ、これやるとこれが一個出てくる。最近のリホコは忙しそうだな、何をしているか聞いてみよう。だんだんとみんなとあまりこう関係が持てなくなりつつあるぞ。あやつじさんだけがなんかからかってるっていう感じ。なんならあやつじさんに嫌がらせをしてきた女子とくっつけば、この主人公幸せなんじゃねえか。市議会議員のご息女だから玉残しも狙える、あわよくば玉残しも狙える。よーりほこ、あ嵐。最近はクリスマスの用意がいろいろね。クリスマスってわざわざ用意するようなことか、どんなことやるんだそれは企業秘密、企業選手とは知らなかった。ふっふっふ、教えてほしくば私を倒してから行くのだ。どごーってこう腹をこう思いっきりボディーブローでガゼルパンチで倒されちゃったら教えられないか何言ってんだか知りたい、ちょっとね、茶道部でのクリスマスパーティーな、ななぜそれをなぜ今一瞬 BGM が止まった当たりだったのか。そっか、そうだよね、茶道部って言えばお茶会だよね。お茶会だよね、お茶会、お茶会、お茶会と言われるな、お茶会だね。いや茶道だからさって読むかなと思うけど、飾り付けとか、お茶会、飾り付けとか、飾り付けでもお茶会の雰囲気壊しちゃってもダメだからあんまりやらないかも。じゃあ何の用意をしてるんだ。チラシ作ったり座布団干したり、うん、なるほど。そんなこんなで結構やることあるんだよ。茶道とさクリスマスを絡めようとしたらどうしたらいいんだろうな。抹茶の中にプレゼントが入ってるとか抹茶ズズって飲んでいくとなんか中にこう海洋堂のフィギュアが入ってる、ね、頑張らないと。あの亀とかが入ってる、そういうのやれちゃうか、亀とかカブトムシが出てくる、行ってみないとわからないかなおい、ちゃズズって飲んでいくとこうコツンと当たって角が当たって何かと思ったらカブトムシが入ってる、ギャーッなるかもしれないけどなあと俺手元に何があるかな、あの山椒みたいなお茶飲みで飲み終わったら最後下に山椒がいるみたいな、ホラーだな。クリスマスと何も関係ない、ただびっくりさせてるだけだ。発生しない何も、暇だし駅前にも行ってみようか。何これこんなんやったらもう終わりでしょ、しまいよ、これやったらしまいよ。これは何なの、そして有効期限前ってこっちやってもいいかな。うん、あやついさん埋められないんだよこれ、やりたいけどさ、やってもここ2つは入ってないでしょ、1,2,3,4,5 でしょ、選べないんだよね。これやってもここ行かないからアタックは選べない、出せないっていうさ、袋工事だね。うん、あえてこっちやってみますか、いい加減このいい加減入れ、いい加減もう一回出して、もう一回いい加減
あ、違う、いい加減って書いてない。この小銭入れもいい加減くたびれてきたな。か。新しいのを買いに行こう。よし、買いに行こう。まあね、小銭には壊れてるんでしょうがない。いや、小銭なんて持ち歩く、小銭。最近な、自分の動画を 見返してみてな、滑舌がやっぱあんまり良くないっていうことに気づいた。意識しないとね。やっぱ姿勢をピッと正して、マイクの方向に正しく向いてって、マイクの方に正しく向くと、デスクトップの画面の方を向いてないってことになるから、ちょっとそこ難しいな。まあ、滑舌だけは上げていける。もう、行く！ちょっと待って！行くよ！あ、この声は。砂利ガキじゃねえか。走ると危ないってさっきから。砂利坊主じゃねえ。行くを。分かってるなら走らないで。めっさ怖いお姉さんが。ほら、お菓子を買うんでしょ。だったらふざけていないで。年の頃いくつぐらいだろうね。小学校1年ぐらいだろう。もう引っ張らないで。小学校1、2ぐらいじゃないか。大丈夫よ、分かってるから。これで6年、高学年とかになっていたらさすがに知的障害の疑いが出てくる。知恵遅れだ。知的障害って言い方して知恵遅れのあれが出てくる、疑いが出てくる。何のイベントなんだ。七崎をひたすらこの側面から見てるね。プロフィールで見てるね。横顔ってみたいなプロフィールに。やべえ、上に上がった。やべえ、今何分。あ、ちょっと待って、ちょっと12分。さすがに12分じゃ動画にはできまい。いい笑顔だね、ニーニー。何か楽しいことでもあった？特にねえな。特になかった。どうしよう、12分、あと8分ぐらいはやりたいぞ。半端な時間だな、8分。ずっと、でも、黒沢さんか。黒沢さんは、誰？はぁ、あ。あやつじさんのあれか。黒沢さんはずっと僕のことを思って、そういう気持ちって、実は純粋に嬉しいよな。それに、ただ、それだけ思ってくれているなら、前のクリスマスみたいなことは、だとしたら。これ面白いね。これ面白いね。これもう、あやつじさんの気持ちはどうなるのっていう感じでね。これは、セーブできねえ。セーブできねえ。これ面白いな。出してみようか。僕は何を考えている？暇に任せて、つい魔が差したみたいな感じでラブリーと出すとこだった。危ない危ない危ない。精進喚起して不全をなす。そういうやつだな。今日はね、ラブレターを出すのは、向こうがもしも黒沢さんの方がね、正直に俺の方に来てくれたら、なんかこう、アプローチをかけてきたらね、さすがにそれは存在の対応で、応対はできんけど。寝る！あともうね、一つぐらいイベントをこなしてから行こう。37だけど、39日目になってるな。あれ40回行かずに終わるかも、ね、おっとリホコのなんか星もついた。ベイスターがついた、ベイスターが。星の形に動いてます。ベイスターがついた、ベイスターが。これもやっていくよ、もちろん。もちろんやっていくよ。ただ、これやるしかないな。これやるしかないぞ。だってほら、あやつさんの6個って全部あるでしょ。海洋イベントでしょ。123。123123全部海洋イベントだもんね。で、海洋イベントやっても、ここの手帳を開くというか、その、あと2つ埋まってないから、全部空振りになるし、まあ、こっちはやんなくていいでしょう。こっちはやんなくていいでしょう。日本の4番、かっこ横番、中田翔さん。中田翔子さん。最近、ゆっくりと横と話してないような気がするな。確かに。タシチャンサー。タシクラブ。向こうが忙しいから仕方がないんだけど、ちょっと忙しい、寂しいなと。だから滑舌、リホコと先輩たち。あ、おーい！
どこに多いはある、あ、多いがあるんだって。おう、元気してる？まあそこそこに。いやいやいや。いやいやいや。いやいやいや。何が？は？リホッチを横取りされて寂しかっただろう。この期間ちょっとあんまり会ってなかった。会っていない間にちょっとあやついさんの方のイベントを進めてた。何言ってるんですか先輩。まあちょっとはね。あ、うん、これはからかわれてるから。あーそえってそれじゃあしょうがない。何が何が。え、最初から素直にそう言いなって。そう言いなって言うほど言ってねえぞ。いつも言うタイミングが遅い。まあ遅刻のアザラシだからね。遅刻アザラシだから、いつも遅いだしょうがない。遅刻だから。別に謝ることはないっての。ああ、だからといってリホッチを返すわけでもないから。返せよって。よこの先輩たちは勉強しろよ勉強をさ、うん、クリスマスの準備とかいらねえからさ勉強してろ。まだあと少しだけ忙しいからさ。おい、お預け。俺はリホコという餌に釣られる、餌に待ったかけられてる犬か何かか。ま、今はちょっとだけ暇だから譲ってあげるよ。それじゃね、リホッチ。バイバーイ。誰かの所有物なのこれは。ちょっとこれは先輩。あのあれ前この辺にアベックが歩いてなかった。前十数回前ぐらいにアベックが歩いてなかった。アベックじゃないか、あのできてる二人が歩いてなかった。今男二人ができてるけどさ、なんか飲みながら、うん、いいよいいよ、なんか飲みながら話でもしないか。この辺がね、この辺の喋りがね。そっちはどう？滑舌がね。おー、僕は帰宅部だしね。僕あり帰宅部だし。リオコと違って特にすることなんて何もないよ。じゃなくて、クリスマスの予定とか。特に、今のところないと思うが、学校の用意教室がある。あなたは何飲むの？何飲むかな。ウーロン茶、麦茶。じゃあ、ココアだね。ココアか。ココアってさ、うん、喉乾かねえか。好きなんだよね、パンダココア。パンダココア。このココアの商品名だよ、パンダココア。かわいい名前だよね。まあ確かにね。コアラココアよりはいいかな。え、だとしたらパンダは甘くて美味しいってこと？あ、なんか、ん？あ、バカじゃねえの？暖かい。ホッとするな。ホッとだけに。さっきの話だけど、パーティーに来るなら茶道部に寄ってほしいかなって。お、用事がなければでいいんだけど。彼にするしてやる優しさ。当日までに特に予定が決まらなかったよね。うん、それでいいよ。そういう言い方しなくていいじゃないね。胃の一番にイホコのところの茶道部に行きゃいいじゃないの。はぁ、あ、温まるってことか。あっという間にクリスマスだよね。言うほどあっという間じゃなかったな。パート37でしょ。一つ都合20分として、まあ 20×3 で3×6×3×4 で3×6×3×4 え、サブ6 2×3×637×20分として、740分は60分として、まあ軽く12時間ぐらいやってんぜ。あっという間っていうか、まあ12時間ぐらい便利だよな、あいつかけるからね。まあ暗算でやるっちゅう話だけどね。そう？そうそう、今の計算しなくたってさ、20が3つでさ、3つで1時間なんだけどさ、
そうだね、そろそろ行かないと。37割る算数やから。じゃあまたね。またね。何の話をしてたんだか、あっという間だったって話か。さて戻るか。はあ、リホコのイチャコラしてるのに、イチャコラするようなイベントがあまり起こらない、あまり起こらないでいる。有識な、有識時代だ。これやるか、またちょっと話でもしようかな、ちょっと話でもしようかな。もうすぐクリスマスだね。だね。あ、時間20分過ぎてる。ね、ちょっとお話ししない？25分ぐらいになるかな。どうせ何も入んないよ。パパ、ススッといくよ、ススッとね。そういえばリホコ。お。この前こんなことがあったんだけど。迅速にね。やっぱりあなたと話すのって楽しいなって思って。ありがてえ。うん、ありがたい存在だな。まさにありがたいという言葉、文字通りの存在だな。ここは別に埋まんなくてもいいんでしょう。埋められる自信もないがね。埋められなくても下がることはないからね。おしゃれ。あ、入った。やったぜ。スカートの短い子ってやっぱり見られたいのかな。ほんとこれ。そんなことはないよ。言うほど見たいかっていう話もあるけどな。そりゃあ可愛く見られたいからですよ。女の子もいろいろ努力してるんだから。短いスカートだから可愛いというのもどうかと思うぞ。長い方がなんかね、よくね。長い方が、これは完全に個人的な主観あれだけどね。俺あれ、民族調な服が好きだからさ。だからインディアンの服みたいなとかさ、こう長いじゃん下まで。イメージとしてあなたと同じクラスなのよかったのにって思って。民族調な服でさ、考えたらさ、短いスカートのなんていう民族調の服なんてねえもんな。その下の下半身が短いようなのとかないよな。そしたらどこの文明をもっとお話できるのにどこの文明がさ、下半身をそんなさらけ出すようなさ、文明というか文化がさ、さらけ出すような格好してるんだよ。ここまで布があるなら下まで伸ばすよっていうことじゃないのかね。文化的にね、まあ、和服にしてもそもそもそうだよな。和服のさ、裾がさ、その下がこんな短いっていうのは、なんかそのある程度飛脚みたいな感じだよね。飛脚って感じだよ。いくら話してもまだまだ話足りないなって思ったから。そうだね、ひたすら話してた、ね、不思議だよね。独り言になるレベルで話してた。スカートの話一人で盛り上がった。よし、またアタックが言いやれ。おらーおらーおらー、アタック。ヨコだけだよアタックが。うまいこと成功してるのは。何、一応アツシさんも1回か2回ぐらいしたかな。打ち合わせをまたするのか。うん、いいよいいよ。もうさ、話の中ではクリスマスクリスマスって言ってんのにさ、うんうん、この二人のこのアタックの話題はもう正月の出し物のことしかない。デートしようや、なんか帰りとかに。しかもこんな生まれ方してしまった、はあ、まあいいか、時間的にはいい感じだな。なんかもう期待してね、このきっと会話イベントの後に何かデート的なものがあるんだろうなと思って期待してね、見た人と人もいるかもしれないけどね。こんなもんよ、こんなもんよ。でさ、1個、あと2個でさ、多分これ3ついけたら、3つ目に多分なんかあんだろ、こういうのって大体さ。でもあと2個しか最大でもアタック埋められんからさ、まあ残念でしたって感じだな。あと最後の1個は何かっていうのは、実際甘神をプレイして楽しんでくださいっていう、確かめてくださいってことだな。うん、よし、ちゅうことだ。パート37はここまで。あともう1、2、3、4、あともう少しでイベントですの、イベントやね、あともう少しでエンディングですね。感慨深くもあり、もうちょっと天神の魅力をうまく伝えられたかもしれんと思う部分もありだな。だがまああともう数回で終わりだ。とりあえずここまで。
パート37でした。パート38でまたお会いいたしましょう。ほなまた。